レオニード・コンスタンチノベチポレジャエフは、ソビエト連邦及び、ロシアの共産党官僚、企業家、政治家。1991年から、オムスク州知事、統一ロシア所属。オムスクに生まれ、幼年時を、オムスク州、レーニンスク地区ポートアーサーで過ごす。学校教育を終えた後、カザフ共和国パブロフスクで働く。1965年、オムスク農業大学を卒業。 1965年から1966年まで、パブロダールで、ツエリンクライボドストロイ企業行動に勤務し、建設、取付管理主任。1966年から1972年まで、パブロダール水資源地区管理局主任にし、農業局地域局次長を歴任する。1969年ソ連共産党に入党する。1972年トラスト。 イルトイシュオ・フォーズ・トロイシ配任。1973年トラスト、パブロ・ダールス・トロイシ配任。1976年から1983年まで、カラガンダのイルトイシュ運河建設現場責任者となり、1983年、カラガンダ地区共産党執行委員会第一、副議長。1986年ソ連共産党中央。 委員会附属社会科学アカデミーを修了する。1987年から1990年、オムスクボドストロイ総裁、オムスク州計画、経済局長。1990年、ロシア共和国人民大議員、大会選挙では落選するが、同年行われたオムスク州議会議員選挙では、当選を果たした。1990年3月31日、 オムスク州議会執行委員会議長に選出される。1991年ソ連8月クーデターの失敗を受けてソ連共産党を離党し、11月11日エリツインドシア大統領によってオムスク州行政長官に任命される。1993年11月、ロシア連邦議会が新設されると上院連邦会議議員に指名される。上院では連邦関係、 連邦条約、地域政策を担当した。1994年から1996年まで、地域間協会、シベリアの合意の指導者となり、1993年には、産業政策転換調整評議会議長。1995年12月17日、オムスク就業政長官に70%の支持を得て、選出された。1999年9月5日、 オムスク就業政長官に再選。同時に上院議員にも再選され、社会政策委員会に所属した。2001年3月12日、会院国家会議幹部会議長。2003年9月7日、オムスク就業政長官に参戦される。1995年からロシアとカザフスタン政府協会諮問会議共同議長を務めている。私生活では、 タチアナペトローブな夫人との間に次男を設けた。ありがとうございます。